株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。10月16日都は東京、阪神、新潟の3場開催。これはデモ音声です。15日正午の馬場発表は3場いずれも芝、ダートともによ。株式会社 AI によるデモ音声です。16日の天気は東京が曇り、阪神が曇り、後雨、新潟が曇り、時々雨の予報となっている。株式会社 AI によるデモ音声です。東京メインは府中牝馬エース。東京11ラウンドは芝 1800m の府中牝馬エース GII。 これはデモ音声です。エリザベス女王杯につながる一戦で GI でも構想しているマジックキャッスル、今年の阪神牝馬エースを勝ったデゼル、昨年2着のシャドウディーバ、ジェンティルドンナの妹ドナートラエンテなどが激突する。株式会社 AI によるデモ音声です。難解なダート OP、 渦政エース。阪神11ラウンドはダート 1800m の渦政エース OP。 株式会社 AI によるデモ音声です。休み明けが多く難解な一戦だが、重賞で 2.3 着5回のメモリーコン、日本テレビ杯で3着だった名勝打陣武豊騎士と七層ぶりにコンビを組むエブリワンブラックあたりが人気に押されそう。株式会社 AI が提供するデモ音声です。東京10ラウンド、白州 S2、スカイグルーブなど。東京10ラウンドは芝 1400m の白州 S 3勝。株式会社 AI によるデモ音声です。4ヶ月ぶりとなるスカイグルーブ、札幌と中山で連勝した里の愛、 NHK マイル C、 5着以来となるロードマックス、同舞台で連勝実績があるアビックチアなどがオープン。